はい、どうも、女の子のお悩み解決ソリューションズの、花岡正人です。専務の DJ でございます。というわけで今回はね、最近姿が確認されていないというね、あの我が不登校生徒野田エリカ氏のですね、ちょっと家庭訪問ということでね、はいはい、こちらのマンションに、来させていただきました。はい、ちょっと早速野田先生やで。びっくりした。野田エリカ、学校へ来ないか貴様。なぜ学校に来ないんだ。なぜ学校に来ないんだ君。じゃあ突入するぞ。北海道のお土産あるじゃあ、チョコポックルね。じゃあ行きます。綺麗だ。でもすごい、あの格好も綺麗な格好してるしね。さぞかし部屋も綺麗でしょうね。じゃあ行きます。うわめっちゃ物ある。ちょっとこれ友達か。そうです。あ、ドキュメントだ。こっちあるもんな。彼女悩んでます。ちょっとまずいなった。花田さん、彼女悩んでます。見てください、こちら。10年後君に仕事はあるのか。これ実はあれなんですよ。何これ。これ実はね、先生が開けたんですよ。これ、いや、先生が俺が言いたかったことをこの本が言ってくれてたから、ちょっとこれ読んどけって。施術済みなんやもう。施術女の子のお悩み解決ソリューションズ、CEO の花岡です。専務の DJ でござる。そして不登校の野田エリカです。不登校の野田エリカ。最後でも野田でも多分確か最後に出たのがポケモンっつったっけ。そうですね、ポケモン。多分エッグトッツのやつ。そうそうそう。でも結構俺らからしたらなんかあんまりそんな気がしてへんねんけど。あれ、それそうか。意外とそういう感じらしい。何してたの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 。何してたか聞こうか。結構充実してました。じゃあちゃんと聞きたいのがやっぱり、はい、ヌエリンは、はい、君は YouTuber なのかそれと JD なのか。その大事なポイント。これはやっぱあのみんなにちゃんと示す。伝えない。その回答によって我々のソリューションが変わってくる可能性があるからね。なるほど。あ、でもカメラがあったら YouTuber だ。あ、カメラがあれば、はい、なければJD に戻る。はい、カードキャプターさくらみたいな感じ。じゃあお邪魔ちょっとねみたいな。あの、そうなったらあのマジカルノエリに編集するよ、ね。普段はもうめちゃめちゃ野田普通に編して。すごい人間らしい生活を営んでるよ。まあだってあのモーニングルーティンって 95% 嘘ですからね。統計で世の中のモーニングルーティン 95% 嘘ですから。で、あの少女 A はトリプル A の追っかけしてたんですか。はい。いやでも電源さんわかりますよね、気持ちは。わかる。嵐のライブがあったら行きます、ね。まあ行きますね、それは。でもそんな2ヶ月半も失踪する意味わかる。別にそれはわかる。だから失踪してるわけやもん。失踪ではないですよ。だって失踪やん。じゃあそれはつまりトリプルが失踪してるんですよ。ああ、そう、奔走してるやん、なんかもう。あ、ついてってるやん、はい。ちなみに最近そのお悩みみたいなのあるんですか。例えばさ、その、はい、好きな人できるとかあるじゃないですか、生きてたら。それ二人で住んでた場合さ、はい、その同じどこに行くのかっていう。どうなんですか。今はいない。あ、今はいない。いずれ好きな人ができたら、はい、ごめんちょっと旅立つわみたいな感じで多分巣立っていく。あ、巣立っていくってことね。で、服とか全然シェアでやってますよ。え、服シェア。服シェア。え、すごい。同じもの着るってこと。パンツも。もう、いや、下着はさすがに別ですけど。だってそれはもう、それはそうやろ。普通に朝起きてクローゼット開けてバイト行ってますね。マジで。あ、そうか、ヌエリンって一応今4回生か、そういえば。その辺に関してはお悩みにはならない。その進路的な話はなお悩みにならない。いやでも、うん、今の同級生。あ、今のヌエリンのもう何個か下の子たち、はい、の同級生の子が本当に優しくて。あ、マジで。え、学校に友達いるってこと。それ驚き。一番驚き。学校に友達いんの。一番驚きなんやけど。なんか話してくれる友達はいますね、うん、やっぱ1個上とかなんで、うん、去年のテストどんな感じだったって聞かれた時ちょっと気まずいんですよ。あ、なるほど。なるほど。ちょっと使われようとしてる。でもさ、そもそもさ、ヌエリンってなんでそんなんなったやったっけ。あんまりその経緯は覚えてない。そのそのなんでその、ちょっともう一回言ってあげて。卒業が遅れた理由ね。卒業が遅れた理由、うん、私も確かに今思い返せば、うん、なんか気づいたらオフィスにいましたね。それだって俺が、要は鼻点が悪い。俺が洗脳した。でもあのリアルな話、はい、就職みたいな話は近づいてきてるってことですか。そうですね、リアルな話。確かに確かに。その要はどう考えてるかやね。そうそう。5年後、3年後、5年後ぐらいの。いや一応就活しようと思ってて。
あー、なるほど。就職ね。はい。まあ、いいとこ見つかったら。いいとこ見つかった。え、じゃあ、いいとこ見つかんなかったら、いいとこ見つかんなかったらオフィスでいいや。じゃあ、そのパターンあるね。その、いいとこ見、金額っていう手段が。じゃあ就活します。あー、就活でいいかな。だけどノエリって結構わからんのが、はい、そのなんか猫っぽいやん、振る舞いが、はい、自由というか、はい、割とこう気まぐれで、ね、気まぐれで動くやん。で、結構俺と似てるなと思ってんの。俺ノエリと結構似てると思ってて、なんか企業は9時から5時とか言われるからね、なんかこう、辞めそうなイメージもあるよね。あー、まああるわ、はい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 、比較的辞めそうやん、ね、何を大事にしてんの。私は友達ができるかどうか。できるできるできる。できるできるできる、大丈夫大丈夫。高校生の時とかは、普通に早起きしてちゃんと学校行ってたんで。それは友達。なんでできたかっていうと、多分友達がいたから。なるほどなるほど。で、人ね。人。はい。じゃあ、結婚の話してみる。なんで結婚は、障害の全部保証してくれるんですか。それ、ノエリに暗示をかける会がある。暗示をかける会。こういうこと起きますよ、あなた。大丈夫ですか。で、結婚はいつ、結婚いつするか聞いてみようぜ。もういつする、うん、でも私友達とかに本当に結婚向いてないって言われるんですよ。あー、それなんでな。友達もなんか理由があるでしょ。うん、なんか私が多分人に対して冷めてる、うん、部分があって、うん、なんかマミに連絡取るのとか苦手なんですよ。あー、だってノエリに返信遅いもん、うん、いや、その俺に似てるよ。俺に似てる、マジでここに似てる、激似てる。未来の僕、ね、あなたですよ、私。でもってことは、YouTuber が向いてるって結論になってしまう。あー、確かに。そうなってくると、そうやってくると、そうそうそう、向いてるって、そうやってくると YouTuber が向いてるんじゃないかって話になるから。確かにたまにだって同族嫌悪感じますもん、花尾さんに。嘘やろ、何マジすんだよお前。ちょっとそれ教えて。どういう時に、どこが似てんの。ちょっと教えて、それ俺分からんから。ねえ、まず8月生まれ同じだ。そんなん何人かおるやろ、他にも。で、血液型 B 型や、はい、あー、なるほど。そんなんもう、それもまあまあまあ、まあ、そこまで結構奇跡やなんだし。で、休学してるやろ。俺ら歴史を見てるってことかな、これは。じゃあ、5年前の花を見てるってことでいいのかな。え、それ、電話さん的にどう思いますか。じゃあ、あの、まあ、あ今後あるようなことを言おうか、はい、じゃあ、はい、今後あるようなことで言うと、はい、彼女と大喧嘩する。あるそれ来るで。あと、ノエリンチャンネルってまだ外出たことあんまないでしょ、スカイダイビング以外。そうですね、あんまり。で、外出た時って伸びると思うでしょ。伸びると思うでしょ。で、急上昇絶対乗ると思って乗らなかった時にちょっと泣くって。それも今後来るから。そうそれも今後あるから。あの、花伝でもあるから。いや、で、落ち込んで俺らの中ではちょっと話題になったんや。そうはい、平沢ちょっと大丈夫。大丈夫、マジで心配させてるから。急上昇乗らなくて心配させてるから。って全部繰り返し、繰り返しやな、っていう人生歩みたいかどうかね。いやー、それは花尾さんだけで十分じゃないですか。いや、でもそれはこれごめんやけど、自分が思ってなくても勝手にやってまうやん。ごめんやけど、これだから、もう宿命や、宿命や、それ。結婚相手に求めること3つ。結婚相手に求めること、これさ、俺と一致するかどうか。ちょっとやってみてほしいな、これ。ちょっとあの、結婚相手に求めることをトップ3、1位から言ってって結構一致する説あるかもしれない。確かに似てるって話だよ。じゃあ1位、2人、はい、せーの、俺の邪魔をしない。よっしゃ。やばい。あー、出ました。一緒です、これ。マジで一緒やぞ。やだ、マジで一緒やで。だって干渉しないってことはもう結婚向いてないってことだもんな、そもそも。そうだから、そもそも結婚すんなよな。この反対意見として。だからやわ。というわけで、ノエリンは俺。ノエリンは俺一緒。だからさ、今日の方程式、ノエリンイコール花尾。ちなみに、どういうことされたくないってことなんですか、それは。つまり、何が干渉なんですか、その。いや、2人でいるときは、全然大丈夫なんですよ。うん、あ、なるほど。2人モードがあるんで。あ、2人モードがあるからね。はい。そうなんだ。その、いや、今ね、彼女は、今、無意識に、モードという言葉を使ってる。すごい、これ、共通してるのね。共通してる？